マナティチャンネル。はーい、皆さんこんにちは。マナティだ。みんな元気だね。はい、今日はですね、久しぶりにキャンドルを焚きまして、アロマをくゆらせながらですね、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。マナティ、今日の話なんですけれども、私詐欺に遭いましたということなんですけれども、まあこんな年の瀬に物騒な話、本当に残念でございます。もう信頼してた方に裏切られたといった感じですかね。本当に、まあ逆ロマンス詐欺っていうね新たなね、もう新種の詐欺みたいな感じ。私の知り合いに N さんっていう方がいらっしゃったんですけれども、その方はですね、私のことがすごく好きで好意を持たれてる方だったんですね。で、スマホの待ち受けを私の画像にしたりとか、すごくね、私のことを気に入ってくれてる方で、2歳年上だったんですよ。若いんですよ、まだ。うん。で、すごく羽振りがいい方だったんです。まあお食事するにしても、すごくね、高級なお店に連れてっていただいて、そしてですね、まあ飲み屋に遊びに行ったら、まあ本当に5万から10万のシャンパンをポンポン開けるような、すごくね、派手な遊びをする方だったんですよ。まあそれはね、なんかセレブリティ気分を味わえて、私もすごく気分が良かったんですけれども、まあね、やっぱりね、私も水商売経験がある身としては、派手な人ってどこかね、ちょっとね、怪しさも伴うんですよ。水商売してる人だったらわかると思うんだけど、何して稼いでんだろうとか、あとね、バーッと短期間でお金を使ってバタッと一切ね、姿を見せなくなるっていうパターンとかもすごいあるあるなんですよ。そういうことがあるので、私はね、まあまず最初に、人は簡単には信用しないですよ。どんな人なのかなっていうのを時間をかけてじっくり本性を見ていくっていうことをしてたんですね。でね、そんな日々を送る中で、まあ彼の夢はね、すごく大きくて、モナコのね、F1 の車の車体につける、その、スポンサーになりたいと、自分の会社の名前を。そういう夢があって、あ、すごいね、で、N さんだったら、できるんじゃないって言って、いう話をしてたんですよ。で、まあ、その年の夏に、シンガポールに、旅行に一緒に行かないっていうことを誘われたりとか、その後、秋冬に、ドバイとかアブダビに行かないっていうことを言われてたんですよ。まあ、本当に、そんな口だけじゃなくて、本当に、その約束っていうのが果たされればいいなぁなんて私は思ってたんですけど、まあ果たされたとしても、二人きりの旅行か、じゃあちょっと心を決めないといけないなっていうふうに私も思ってて、そうやって彼のことをそういう男性としてちゃんと見れるかなっていうのが、まだハーフハーフぐらいな感じであって、で考えてたんですよ。どんどんだんだん親密になっていって、で、ある時、私が実家に帰りたいっていうことになって、で、ワンちゃんたちがいるので、車で送ってくれたんですよ。で、私の実家の方に、その彼の家と会社があるんですよ。なので、わざわざ迎えに来てくれて、それで、高級車でね、帰ったんですよ。実家に送ってもらったんです。で、その、車の車内で、まあ、いろいろ話をしてる中で、まあ、ビジネスの話にちょっとなったことがあったんですよ。で、僕ねって、まあ、日本って災害がすごく多いじゃないですか。まあ、災害復興の
地域、まあ投資をして、それで土地の価格が上がったりとか、そういうので利益を得るみたいな感じのことを話をしてて、で、その地元のことはわからないじゃないですか。だから地元のすごく詳しいビジネスに精通してる方にお願いをして、協力をして、ちゃんと弁護士も立てて、利益を上げてると、投資で。そういう話を聞いたんですよ。で、ああ、すごいなと思って、で、そういうこともされてるんだっていう話だったんですけど、そこでね、私ね、一つね、釜をかけたんです。彼から見る私って、まあ、正直ね、お金も持ってると思われてるだろうし、好き好きとか言っときながら、そういう、最終的にそういう目的だったら嫌だなっていうふうに思ったんで、私も銀行にある中のうちの数千万円を投資とかした方がいいのかなって、寝かせても何にもならないもんねっていう話をちょっとふっかけたんですよ。どういう反応するか。そしたらね、結構見事にスルーされたんです。まあ、投資するんだったらもっと勉強した方がいいよとか、なんかこう、なんかね、飛びついてこなかったの。僕に預けてくれればもっと増やしてあげるよとかさ、そういうことを言ってくるかなってちょっと思ったんですよ、私は。で、私が体調崩して実家でね、誕生日迎えた時なんかは実家にわざわざね、大きな花束を持ってね、あの来てくれて、それで庭で作業してたあの父親にその花束をあのマナティさんに渡してくださいっていう風に言って、それで父親が私にね、今男の人があの花束お前に渡せて持ってきたぞって言って言われてさ、で電話したらさ、今どこにいるのって言って、花束今受け取ったよとか言って、ありがとうって言って、来てたのって言って、そうしたら、うん、あの体調崩してるって聞いたから、あの外には出てこれないと思ったからお父さんに渡しちゃったとか言って、でもすごい綺麗な花束、でっかい花束をさ、まあ花より団子なんだけどね。でも気持ちが嬉しいじゃん、そういう。なんかそういうところで、ちょっとずつちょっとずつ人間関係ができてったんですよ。信用もしてって。それである日、私がね、N さんと喋ってる時に、ああ、もう私、電化製品買い替えたいなっていう話をしたことがあったんですよ。私からしたんですよ。うん。それで、その時に、N さんが、あ、俺、あの、地元の大型、あの、電気量販店、ああ、私も知ってるよって、うん、実家帰ったらたまに行くこともあるもんとか言って、そこのね、あの、お偉いさん常務とかを知ってるっていう感じで、それで、だから、俺に頼んでくれれば、一番安く家電を最安値で買うことができるよっていう風に言ってくれたんですよ。だから、あ、私じゃあお願いしたいって言って、で、家電すごい好きなのとか言って、で、買い替えたい家電があってって言って、で、まあ、二つぐらいお願いしたんですよ。じゃあ、今日中に聞いといて、明日電話するねって言って、で、翌日 N さんから電話があって、あのね、電化製品ね、あの、十何万だったっていう風に言われて、あ、オッケーオッケーって、じゃあ、あの、十何万は N さんに渡せばいいっていうことになって、うん、じゃあ預かって、マナティちゃんの家に、あの、送らせるように言うねって言って、そういう話になったんですよ。そうしたら、次会う時じゃなくて、翌日に電話がかかってきて、はいはいって言って、あの、どうしたのって言ったら、今どこにいると思うって言われて、え、わかんない、仕事中じゃないのって言ったら、うんうんって言って、私の家の近くの和菓子屋さんにいる、の駐車場にいるっていうのを、で、えって言って、なんでって言ったら、いや、あの、電化製品欲しいって早い方がいいかなと思ってって言って、集金に来たんですよ。うん。で、私、あの、手持ちがないからって言って、まあ、コンビニに今から一緒に行っておろせばいいんじゃないっていうふうに言われて、で、まあ、そうだけどって言って、お金をおろして渡したんですよ、十数万円。で、よろしくねって言って、ありがとうねって言って、嬉しいとか言って。もう、彼と普通に毎日電話するのが当たり前になってて、で、翌日何でもなしに電話して、
今仕事中ですか、忙しいのとか言ったりとかしたら、あ、また家電でも欲しくなったとか言われたんですよ。で、え？って思ったんだけど、あ、うん、まあ欲しいっちゃ欲しいけどねとか言って、で、だったらって言って、いっぺんに買った方がもっと安くできるから、いっぺんに買った方がいいよとか言っていう風に言われて、あー、そりゃそうだよねとか言って、だったら何々と何々も買い替えようかなとか言って、で、またじゃあ値段聞いとくねって言って、で、翌日電話があって、いくらいくらだったよって言って、で、十数万円っていう話になって、で、そのまた翌日に電話かかってきて、どこにいると思うって言って、わかんないって言ったら、また来たよ、来ちゃったよとか言って、会いに来ちゃったよとか言うの。そしたらまたいるのよ、近くに。だからお金の集金だけすごい早いのよ。わざわざその地元、私の実家の方の地元から1時間以上かかるのに、それだけのために、まあだから彼的には仕事中のあの流れで近くまで来たから、こうやって寄って早い方がいいかなっていう風に言うの。だけど私今持ってないし、この夜だしって言ったんだけど、まあとりあえずここまで来たからって、まあ下ろしに行けばいいじゃん前みたいにって言って、まあそれで話に流されちゃって、それで一緒にまたコンビニに行って十数万円渡したの。だから額で言ったら27万円なんですよ。まあそこまですごい何百万何千万っていう額ではないんだけど、まあ私にとったら27万円って大きなお金ですよ。大切なお金ですよ。一生懸命働いて稼いだお金なんですよ。で、まあ額じゃないけどね。うん、額じゃないんだけど、で、そこからね、2日3日経ったら、電話かけたんですよ。N さんに。そしたらね、ずっとね、電源が入ってないの。で、そっからね、何日もかけても、電源が入ってないんですよ。で、すごい嫌な予感がしたんですよ、私。え？って思って、嘘でしょ？と思って。で、そのまま、まあ、結果的に結論から言うと、半年連絡が取れなくなったんです、その日から。一切。で、あ、やられたなと思って。ラロティン。はぁーと思って、で、まあ、いろんな人に相談するじゃないですか。で、まあ、飲みに遊びに行った時とかに、友達のね、クラブ、働いてるクラブに行ったりとか、友達がママさんやってるお店に行ったりとかして、すごい豪華にシャンパンパンパン開けて遊んでたんですよ。だから知ってるんですよ、友達とかもみんな。で、最近 N さんの話にならないけど、どうしたのとかって聞かれるんですよ、友達に。そうした時に、いや、連絡が取れなくなったとか言って、あーっていう感じで、やっぱりねっていう感じだったんですよ。やっぱみんなね、なんかね、その派手さに、ちょっとなんかこう、なんかこうね、引っかかるところがあって、で、旅行ももちろん、行く話もないわけじゃないですか。まあ家族とかにもそういう話をしてて、そしたらその名刺をもらってたから、名刺にある住所に家族が車で行ってくれたんですよ、見に。会社がどうなってるか。そしたらね、ナビで入れてその住所に着いたら、すっごいボロアパートの駐車場に着いたんですよ。何もなかったの、会社が。半年後、知らない番号から電話かかってきたんですよ。で、なんとなしに私出たんです。はいって言って。そしたら、N ですって、お久しぶりですっていう風に電話があって、私びっくりして、って N さんって言って、お久しぶりですって、お元気してるんですかって言って、びっくりしましたって、電話番号も違うじゃないですかって言って。で、いやマナティさんに謝らなきゃいけないことがあって、って言って、そうですよね、って言って。すぐ分かったんですよ、そのことっていうのが。で、僕、って言って、実は、って言って、もう、包み隠さず言いますけど、って言って、ちょっと刑務所の方に入ってたんですって言われて、で、って言って、なんでですかって言って、言ったら、まあもう、ちょっと家族で揉め事があってね、暴力を振るってしまったと。で、もうそんなことね、
もうありえないんだけど、私からしてみたら、もうその時点でもう、はい、バスチーンなんだけど、もう、だけどね、私が考えるに予想するところだと、そうじゃなくて、私ね、なんかね、特殊詐欺かなんかやってたんじゃないかなって思うの。で、まとまったお金がボンって入って、すごく散財してたような感じがするんですよ。だから私からそれで、現金を、集金に来た時には、お金がなくて、もう、多分ビジネスをやってたんだけど、人にお金借りたりとか、こう、してる間に支払いとかがあって、お金が回らなくなって、とにかく早く私から少しでもいいからお金を集金して、次の人に誰かに支払いをしなきゃいけない、その日のうちにぐる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 自転車操業的な感じで回ってたんじゃないかなと思ったんですよ。これは私の憶測に過ぎないんだけど、うん。まあ、それで、まあちゃんと返しますと、じゃあ一回お食事にでも行きましょうっていう風になって、何日の何時っていう時間を決めたんですよ。そしたらその日の1時間前に電話がかかってきて、すいません、今日行けなくなりましたっていう風に言われたんですよ。で、仕事がもう忙しくて、もう行かなきゃいけないところがあってって言って、で、お金は振り込みますと。なので、私の口座番号を教えてくださいって言われて、銀行の口座番号を教えたんですよ。そしたら、明日には振り込まれてると思いますので、今日中に振り込みますのでっていうふうに言われて、わかりましたって言って、明日確かめますって言って、で、その翌日に銀行に行って通帳記入をしたんだけど、振り込まれてないんですよ。まあもちろん振り込まれてないだろうなって私は予想してたんだけど、やっぱりそうだったの。で、電話して、Nさんって言って、で、振り込まれてないですってどうなってますかって言ったら、え、本当にですかって、なんかもうすっごい茶番の演技が始まったので、すいませんって、もう一回確認しますんで、明日ちゃんとしときますんで、明日もう一回確認してもらっていいですかって言って、翌日もまた一緒で、結局電話して今日もないですっていう風に言って、んで、僕、違う人にもしかしたら振り込んじゃったのかなとか言って、もう、すごいもう言い訳苦しい、もう、ことを言い始めるんですよ。もう私もイライラしちゃって、もう、それで、そんなことありえないでしょって言って、もう振り込みした瞬間に私の名前が出るんだから、振り込み先の氏名で、違う人に振り込んでたら、違う名前が出るじゃない。うん。だから、振り込んだ明細とか持ってないんですかって、私に見せてくださいっていうふうに言ったんだけど、もうとりあえず、一回確認するんで待ってもらっていいですかって。まあ、一週間ぐらい経って、で、連絡もないので、私から連絡をしたんですよ。そうしたら、すいません、僕今入院してるんですって言い出したんですよ。それでさ、もう私もさ、もうなんか次から次へとようさ、もう、へいへいボンボンと嘘がつけるなと思って、で、じゃあどこの病院に入院してんのよって言いなさいよって言って、私が今からそこに、行くから、お金取りに行きますって用意しといてくださいって言ったんですよ。そしたらなんて言ったと思います？彼はね、いや、それをされたら、病院に迷惑がかかるので、できませんって言うんですよ。私ね、カッチンってなって、迷惑がかかるってねって、あんたさって、私にどれだけ迷惑かけてると思ってんのって言って、ほんといい加減にしなさいよって、あんたさって、男として情けないと思わないのって言って、でもうボロクソに言ったんです私。うん。で、はい、すいません、はい、すいません、分かってますって言って、それでもうさ、私もそういう性格だからさ、もうさ、もう、ズケズケボロッカスに、もう、彼のことを、罵っちゃって、もうさ、冷静に、もうなんかこうね、ああ、もういいですよって、じゃあ、退院して、お体が良くなったら、一回お食事にでも行きましょうって、その時にお話ししましょうね、とか、穏やかに、こう、余裕でね、27万が、もうすぐにいるわけでもないから、私も。そうやって言えばよかったんだけど、まあ、
私も瞬間ふっと湯沸かし器だからもうカチンとなったら止まれなくなっちゃうから、それで結局ね、次連絡した時にはもう最終段階ね、あれ後輩がお金持ってマナティさんの家に訪ねに行きませんでしたかって言い出したんですよ。誰よそれって、誰なんそれって、私と N さん、あなた二人のあの話の間に第三者を挟まないでって言ったの。そんな知らないよそんな後輩って、突然知らない人に来られてお金渡されても怖いしって私はって言って、で僕に借金してる後輩がいて、そのお金僕に届けるんじゃなくてマナディさんに届けるように命令したんですよっていうことを言って、あ、もうそんなことをね言い出したらね、もうね、あ、終わりだなこいつと思って、前もほら私動画で話したけど、密集を飛ばれたお客さんの話をしたじゃないですか。その人も同じようなことを最終的に言ったんですよ。自分に借金がある人にお店にお金を持って、あの密集したお金を持っていかせたみたいなことを言って、もうそんなこと言い出したらねもう終わりなんですよもう、で結局その後にもう私がカンカンで怒ってるから、もう私もイライラするから、その話を考えるともう連絡も取りたくないし声も聞きたくないし、それでちょっとだけ 日にちが経っちゃって、そしたらその後に電話したらもう電話が電話番号変わったんですよ。で、それっきり連絡がもう取れなくなっちゃって。N さん、この動画見てたら私電話番号変わってないです。ちゃんと電話してきてください。27万円返してください。私にとっては大きなお金なの、本当に。信頼 してる人とか、怪しい人とか、この世の中いろんな人がいるけどね、もう本当にね、もうなんかね、もう簡単に人をね、信用したらダメだなと思いますね、もう。まあ、額は少ないか多いかはわからないけど、だけどもう勉強になったなと思うしかないですよね、もう本当に。そんなね、逆ロマンス詐欺みたいなね、何なのかよくわからないんだけど、もう私は別に N さんのこと好きでも何でもなかったから、別にどうでもいいというか、もうそんな形で27万円騙されて、もう詐欺にあった気分でね、警察に言いたくても証拠もないし、渡した証拠とかもねないし、だからもうどうしようもないんですよ。で結局ね今に至ります。はい、そんな話をですね今日はお聞きしていただきました。本当に最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。皆さんも気をつけてください。